ベルファーレは東京都港区六本木7の14の22に存在したディスコクラブイベントスペースである。1994年12月にオープンし2007年1月1日に閉店した通称六本木ベルファーレ、ベル、ベルファ。店名は折口正宏自身が考案したものでベルサーチ、フェラーリ、アルマーニなどを混ぜた造語である。本校では 運営会社の株式会社、ベルファーレエンターテインメント、旧運営会社の株式会社ベルファーレについても、記述する。1994年12月、アジア最大のディスコとして、東京都港区六本木7の14の22に、オープン。地下3階、地上3階建て、1500人収容。所有者は、小室哲也並びにエイベックストラックス、トランスユーロビートテクノや、 パラパラ等の流行の発信地として知られた。また、アニメ、声優のイベントライブも開催されたことがある。借地契約期間満了に伴い閉店。2006年12月31日のラストダンス営業後、2007年1月1日0時をもって12年間の歴史に幕を閉じた。ベルハーレエンターテインメントは、 その後飲食店の営業のみを行っていたが赤字が続いていたため2010年3月31日付で解散同年6月30日に生産が終了しベルファーレの名は名実ともに完全消滅した2009年6月跡地にセントラム六本木ビルが竣工している2011年7月にエーベックスと 資本関係にあるドアンゴとその子会社のニワンゴがドービルの地下にニコニコ動画ユーザー向けのイベント施設ニコファーレを開設18日にオープンしたかつて存在していたエーベックスのレコードレーベルダンスマンオルケスタデルソルが所属していた一覧ありがとうございます